皆さんこんにちは。ピークアブウェブアカデミーナビゲーターの橋ヶ谷です。本日の講師は銀座シックス店アートディレクターの高野さんです。今日はどのようなスタイルを教えていただけますか？今日はちょっとボブスタイルをやっていきます、はい、このまま横にシェイプして、はい、切ります。こうじゃなくて、はい、このセンター上に全部集めて切っていきます。でこの角度っていうのが、僕は基本的にこのモデルさんの顎の角度ぐらいでこう切っていくと、ちょうどここにこう張り付いてくるようなレイヤーが入ってくるので、すごくそれを目安にこの顎の大体この角度で、もしこうちょっと四角い感じの顎だったらもうちょっとこう入れてあげる。そうするとこっちにこうまとわりついてくるので、すごく顔にフィットするしてくる。こっちもこうやってオーバーシェイプはこうやって切るね、はい、縦だったらこうやって切るね。ここに溶かすんだけど、これをこっち側を締めていく。そうすると今こう顔前にこういうレイヤーが入ってくるね。これもね、縦に切ってこうレイヤーカットとかこうやってたりしたことあると思うんだけど、やっぱりねこっちが短くなったり、はい、その特に日本の人とか鉢が張ってたりすると、どうもちょっと後ろに行った時に形が悪かったり、前にずっと収まっていればいいんですけど、あんまりこうちょっと髪がアレンジして動かした時になんとなくこう違和感がある。顔にこう張り付いてくるよね、はい、こっち側にこうギュッと。あとこういうふうにほらこういう感じでさこのままでもほら、うん、多分こう今お風呂入って髪洗って溶かしてやったらすごいなんかこういい感じになりそうだよね。はい、はい、仕上がりましたね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はあとハンドドライして、はい、ワックスをこう塗っただけです。本当にそれくらいで、これくらいのこうちょっとこう立体感、髪の毛のこう立体感がすごく出てくるので、まあ、こういうところも生きてくるし、いろんなところがこうアウトラインの柔らかさがね生きてくると思うので、まあいい感じにできるだけセンターでこうやって、はい、あまり縦じゃなくて横に切っていくっていうのがすごく大事なテクニックの一つになっているので、ぜひね参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい、はい、高野さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。